はい、どうも皆さんこんばんは、サイテマンです。今日もね、ママにゲーム隠された3やっていきたいと思います。で、なんだかんだ言ってね、多分もうこれ最終パートになるかなと思います。23日目いきましょう。早かったなぁ。もっと俺長期的になるかなと思ったんですけども、まあまあこういう感じでね、サクサク、バカゲー、どんどんね、実況していけたらなと思ってるんですけども、お？なんか、これ多分、釘で打ち付けられてたりとかするから、あ、これだ。ハンマーで、これ多分ママがこの中にいるんじゃないの？あれ？何これ？三角。まあ一応持っていくか。まあ要はこれハンマーで外すんでしょ？あ、ママいる。ママがいるから、三角でママこう見えないようにしてみたいな。違うか。木の枝をゲット。ほう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 。どうするんでしょうか。木の枝ゲットしたと。帽子込んだ。で？いや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 。よくないだろ、これ。これ。いやいや。やりーじゃないよ。レビューしてくれるかなって言ってるけど。いやー。テコの原理を応用したな、今な。これはなんだ？ゲームが普通にあるけど。うわ、危なっ！あっぶね！チキショーとかそんな問題じゃないぞ。ちょっと待ってね。マンホールが多分これ鍵だと思うんですけど。あ、ママか。じゃあどうするんでしょうか。ママが入ってた。で、マップもここしかないから、どうなんだろうな。この辺ぐらいまで歩いて。戻れ。よし。タイミングゲーか、これ。こういうことか。ちょっと待って、みたいなことか。いや、ママもおかしいだろ、あんなところに子供。危ない。家の中に車走ってるのもおかしいし。あと、それ言うと、この家なんでこんな真っ青なんだよ。そこがまずちょっとおかしいなと思うわ。これ何でしょうか。0点の答案用紙と。これ入手したのちょっと間違いじゃないか。ほうきで、まあ、とりあえずこの下のものを取り出しまして。なんじゃこれ。体重計でしょうか。この答案用紙何に使うのかわかんないですけど、あー、ママがいるな。要はこのママをどかす方法を考えろってことでしょうね。体重計置いて、乗る。なんかすごい冴えない顔してるけど、ママ。体重計に乗せた。乗ってますね。え？ママ！そりゃそうなるわな。答案用紙見せた。そりゃそうなるわ。うん、だから、ゲームばっかりやりすぎて、0点取っちゃったみたいなことでしょう、これ。どうするんでしょうか。まあまあ、とりあえず体重計を取り出すのは間違いないと思うんですけど、こうですね。で、これで放棄を失う代わりに体重計手に入れると。あ、だから答案用紙回収しといて、ここに体重計を置く？ダメか。要はこのママにどいてもらわないとダメなんだよな。ここに置いてママはどきました。ここに答案用紙みたいな、この辺とか。ダメか。ダメだな。どうしようかな。運動するからその隙に取ってみたいな。いやなんでわかるだろう、今の。0点のね、答案用紙は一体何だったんでしょうね。ダミーとかだったんでしょうか。ってことは、あと5日間か。あと5日で、このゲームのエンディングが、どんなエンディングが待ち受けているのか、ちょっと楽しみではあるんですけども、何もないと。で、ママが奥で見ているから、これなんだ、氷か？ママですよね。うん、ママってなるので、難易度やっぱ上がってきてますね。この二十何日までになると。
どかせる方法はないと。もうこれ多分 DS クロも壊れてるしね、こんななんかよくわかんない氷みたいなところに放り込まれると。はい、皆さんわかりました。今ね、さっきたまたまやったらですね、ここ俺適当になんかクリックしてたじゃないですか。そうじゃなかったんですよ。でも解けるっていうのは間違いなくて、これ長押しなんですね。長押しすると解けていって DS が手に入るっていう。これ絶対壊れてるけどね、この DS。 絶対多分このゲーム実況した実況者さん全員壊れてるみたいなことを言っているんですけども、俺もあえて言っていきます。これ何でしょうか。ドラクエ、ここに来てのドラクエ、バリアのやつです。一歩歩くと8食らうやつです。これここに来てのドラクエ。水、待て、水容易にひねるのはちょっと得策ではない。あー、わかった。この中に水入れるってことだ。多分4つあるから、だからこれに水を注いでブロックをゲットし、こういうことじゃないの、違うのかな。まあ、とりあえず水、とりあえず水のブロックをとりあえずだから4つ作りましょう。何に使うのかわかんないですけど、これさ、あの簡単に持ち運んでるけど、これめっちゃ重いですからね、水子供なんか簡単に持ち運んでるけど、これが潰してみたいなことでもないのか。ほうほうほう、どういうあれなんでしょうか。あ、傾けてみたいな、開示的な、カイジのあのパチンコ沼を攻略するときみたいな、わかりますかね傾けてみたいなことだ。いや、これ絶対カイジですね、今の。うん、さあこれが岩を押せないと。なるほどな。要はだからテコの原理的なものを使えという、いや爆弾だ。要はね、これ多分導火線に火つけるじゃないですか。違うか、導火線に、いや、ママいた、ママこれは素直に申し訳ないわ、今のは素直に申し訳ないわ。導火線に火をつけて時間内に持っていけっていうことじゃないかなと思うんですけど。あ、松明ゲットしたので、わかったわかった。ダイナマイトをここに仕込んで、こうでしょう。ゼルダの伝説的な方法ですね、要は。テレレレレレレンってことですね。ママ違うんだ。敵将、じゃあ何なんだ。そんな簡単じゃなかったってことだから。じゃあ何だ、ダイナマイトに松明とりあえず入手。あ、わかりました。皆さん分かりました。これ火力が足りなかったってことです。要はダイナマイト、まあこう仕込みますわな。火力が足りなかったっていうことじゃないのか、これ。ん、動かないですよね。当然動くわけないんですよ。ここで爆弾、さっきと同じことになりそうな気がするんですけどね。木の枝を置いたところで。そうですよね。ママ、これ木の枝を置いたのに何かある。木の枝を置いたのに何か原因がある。とりあえず火をゲットし、これ燃やすみたいな。違うよね。これ木の枝は木の枝で合ってると思うんですよ。とりあえず木の枝を仕込むのは仕込みますね。ここに火をつけて、ん？どういうことだ。あ、爆弾じゃないってことだ。木の棒を下に仕込んだから動きやすくなったってことか。要はだから爆弾は罠ですね。
28日目とか来るともう罠を結構仕込んでくるように、またなんか怪しげな紋章みたいな星か出てきましたけど、これなんかライフポイント的な感じじゃないのか、おじいちゃんの。うわ、なんかバッタ持ってるし、こんな妹嫌だわ。なんだこれ、星が襲ってきたが、なんだろうな、29日で星がさっきあったから、まあ壊す。こっちは妹を、あ、バット入手してバット入手してコンとで星をゲットし、この星をここに、あ、星を5個集めろってこと、これもしかして。マジか、星を5個集めろってことですね、これ。なるほどな。まあまず今ので一つは入手できますよね。これバットとりあえず妹から借りて、カンカンで、とりあえずこれどかせて星を一つ回収し、これでも星5個をもう取れて、5個も絶対俺あると思えないんだけどな。これ5個も俺あると思えないんだけどな。あ、5個集めろってことなんだ、やっぱり。じゃあ集めていきましょうか。いや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 、ぐる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 回るから点灯して星が出るから、これ入手と。でこの下にマイクか、マイク、とりあえずまあ2つ目仕込みましょう。この下にもなんかあるな。でマイクで、マイクを妹に渡してキラリンレボリューションを歌わせて星を入手と。星これ3つ目ですね。あと2つ、とりあえずバットをもう一つ入手し、下にあるなんか鍵分けて、うわ、ママだった、ママ、うわ、マジか、できしょ。いや今のじゃないわ。だからさあ、ここからなんですが、バットとりあえず持ってるから、このバットで、このバットでなんかここのお母さんをどついてみたいな、でゲームを奪うみたいな、よくあるあのテレビとかで紹介、おっと、テレビとかで紹介されるニュースのやつですね。よくなんかバットで暴れてみたいな。いや、この妹もちょっと怪しかったりするんだよね、こうなってくると。まあこれとりあえず4つ目置いといて、でこれママにね、なんかバットどうこうやるのは絶対違うんだよ。いや、さっぱりわかんないぞ、ここ違うし。で大体のところをね、もう結構クリックしていってるんですけど、何も起こらないんだよな、違うし。こういうなんか根本的なところから怪しかったりしますからね。でもこういうさ、あ、これこれだったら、うわ、もうこれじゃん。いや、ここはなしだろう。いや、ここはなしだろう。マジか、そういうことか。はい、5つ揃ったことにより DS が降ってくると。いやー、メニューのところに、これ結構長時間悩んでましたが、メニューのところにあるとは。これ最終日ですね、30日目。ほう、目の前にありますが、なんかお母さんじーっと見てるけど、なんでしょうか、目の前にこれ取っていいのかな。やはり簡単ですよね。あれ、ん、ない、ない、何が、何がないんだ。隠す場所がもうない。あ、もうなくなったってこと。負けたわ。作者側の意見だっていう。やったぜ。ことですか。
え、でもね、さっきの画面なんか右の方にとかにもありましたよね。右にもなんか行けたりとかしたけど、うわっ、いや今の多分ダメなのかな。 To be continued ってなってるけど、待って、今の面ちょっともう一度、何これ、ニューっておまけステージを含めたランダムのモード、何でしょうか、ランダム、あ、まだ続きがどうやらあるみたいなんですけど、さっきのね30日目がちょっと気になるので、さっきの30日目までちょっと見に行きますわ。どこだよ。うん、さっきの30日目ちょっと確認してきます。うん、ここちょっと見てきます。いや、これなんかありそう、この面。いや、何もないのかな。だから本当に隠す場所がないっていう、作者がもうネタが尽きたよっていうメッセージなんでしょうか、っていうことでしょうね、多分。隠す場所がないみたいな。なるほどね。はい、なんかね、1は、まあ1のね、僕の実況のゲームの実況を見てくださった方はわかると思うんですけども、なんか、最後ね、怖いエンディングを迎えたんですけども、3はなんかわりかし普通だったな、エンディングは。で、なんかランダムモードとかもあるんですけども、この辺もまあ気が向いたら、やっていけたらなと思います。ちょっと短い実況になったんですけども、パート3で、ママにゲーム隠された、とりあえず終了とさせてもらえたらなと思います。で、2とか他のなんか外伝的なやつも、また気が向いたらやっていこうかなと思います。はい、ということで、また、別の動画で、もしくはまた次回お会いしましょう。サイテーマンでした。ありがとうございました。